以上。はい。えー、こんにちは、こんばんは、おはよう、レイです。今回ですね、えー、話す内容は、この、あ、ちょっと、<laughs> ふっかちゃん消えちゃったな。えー、レイズスタジオレディオ、レイズスタジオレディオということで、えー、今回、ナビゲーターふっかちゃんでお届けしたいと思います。作業しながらとか、他の動画を見ながら、えー、このね、耳だけ傾けて、えー、いただければありがたいかなというふうに思います。 今回の話題は早速行ってみましょう。えー、IBJ の話題です。これですね。IBJ が、えー、取り上げた話題になります。1月ですね。で、これ最近のネタになります。ごちそうされた総額で女性の価値は決まらない男性の4割は感謝の気持ちとしてデート代を支払っているよ。ということですね。では、どういうことなのっていうところで,で、デート代5割の女性は支払われた金額で相手から 大事にされていると感じる傾向が多い。多いですよ。全員がっていうわけじゃなくて。で、婚活中のですね、2400人にデート大事情っていうのを意識調査をね、したそうなんですよ。これね、このデート大事情っていうことで、うん、IBJ っていうとこで、これのね、あの、この記事を読んだ感想のあくまでも、えー、動画なので、別になんかこう、妨害するとかそういうわけではありませんので、 で、1月にね、あの、ナースが婚活っていうドラマが、あの、やったらしいんですよ。これ知らないんだよね。矢田明子さんが演じる、なんか、人たちは、なんかや、デート、デート内容なんか婚活者の内容みたいなのを言ってくらしいんだけど、まあ、よくわかりませんけど、まあ、それ置いといて、で、デート代を全額支払いたいと思うだ男性は、えー 5割弱であるのに対して全額払ってほしいと期待する女性は3割程度にとどまると。だいぶ昔から変わってきましたよね。もうちょっと上の世代になると、もうほぼ半分以上の女性が男がデート代払えよって当たり前っていう方が多かったらしいんですけど、まあ、少しここの、ここに来て減ってきた傾向がありますよと。で、食事の金額が高額であるほど大事にされていると感じる女性が5割。 以上いるよと。で、男の方はじゃあ、大事にしてるから払うのかって言ったら、全然違っていて、えー、感謝の気持ち、気持ちをね、示したいと。これなんか字が変だね。感謝の気持ち等を示したい。感謝の気持ちをで等がはいらねえんだよ、これ。ダメだよ、IBJ。しっかりやってくれよ。ね、ダメじゃん。5時ですよ、5時ですよ。 間違った字ありますよ。指摘します。<laughs> で、男女で異なるデート代のね、価値観ということで、こんなものがありましたね。デート代全額払いたいと思いますかっったら48%、8.5%の男性がはいと。で、どちらとも言えないのが39.7。家が11.8ということで、まあ1割ぐらいしか家はいないよと。まあどちらとも言えない。自分もこの辺ですかね。前ははいでしたけど、デート代は男性に全部、 支払ってほしいと思いますかっていうのは、はいが男、女性が35.6%、EA が64.4%と結構多く、ね、EA が多くなってますね。じゃデート代の支払いについて男性が全額を払いを望む方がね、48.5%、で5割近くを占める一方で、女性は全額支払いを期待している方は 35.、35.6%ということになったよと。 で大切に思ってくれていると感じるからというのが33.5%ですねえ。男性の方が収入が多いからというのは24.5%。デートのために服やメイク等にお金をかけているから13.4%。男だって化粧水とかね、あの肌の何とかとかやっとるわっていう、ね。男が払うのがマナーだと思うから10%。マナー、そんなマナーいつからできたんですか、うん、っていう話ですよねで。支払ってもらうことで愛情を感じるから意味がわかんないよね。 金出したら、じゃあ、愛な、愛なのかって、うん。違うでしょっていうね。まあ、その他11.2%ということですね。で、じゃあ、払いたくない女性ってどうなのって言ったら、気を使いたくないっていう方が37.6。これで実際に自分が婚活している頃の時にいました。負担になりたくないから22.7%。これもいましたね。で、相手に相手と対等でいたいから2 0 7こういう方もいますね。当たり前のことだから12.1%。まあ、少なくなってきましたね、極端に。その他7%。 いうことで、全額支払いを期待している女性の理由として、大切に思ってくれていると感じるかなっていう、勝手な思い込みですよね。あの、払った金額イコール、じゃあ高い料理をごちそうすれば雑に扱っても OK なのかって話になるわけじゃないですか。違うでしょっていうね。だからもう、なんか勘違いが多いよね。自分に対して真剣なんだと思うからっていう人もいて、真剣とか真剣じゃないって、じゃあ金出せば真剣なんのかって話じゃないですか。 そうじゃないでしょっていうね。うんそこでしかなんかもう、なんつうの、財布で出てきた金の分量でしか、あんたは人を見れないのかっていう。まあ、そうだからこうやって婚活してんだろうけどね。うんまあ、言っちゃ悪いですけどうん。で、初めの頃は頑張ってでも払ってもらえると自分に興味があると思えるからって、これ昔の方多かったで30代女性が言ってますけど、まあ、30代でこんなこと考えるんだね。うーん。 で男性が全額払ってたという、払ってくれたという行為が特別扱いとして認識されているのかもしれませんって。まあまあそんな感じだろうね。今までの話をね、見ていくと。で、一方で全額払いを希望しない方は気を使いたくないとかね、負担になりたくない。相手と対等でいたいと。自立した考えを持っている方も多いですと。 食事の金額が高額であるほど大事にされていると感じますかっていうのは、まあ家がでも52%いたっていうのは救いだよね。まあでも47.4%がはい。だから半数が食事の代金が高ければ高いほど愛情を感じるっていう意味がわかんないね。全く意味がわからない。ああ。だって、 じゃあ、クソまずくて1万円ぐらいの料理を奢ってくれたのと、めちゃくちゃうまくて1500円ぐらいのね、定食を奢ってくれたって言ったら、俺は全然そっちの店がうまい方がいいじゃないだって。味が良くて。だから特別な場所にあなたを連れてきましたよって気持ちもあるわけですよ。そういうね、隠れた名店みたいなのを、やっぱり行ってみたいと。ね。じゃあこの女性にだったらそういうとこ案内してみたいっていうのが、 男側の俺の意見ね、俺みたいな人が多分少ないけど、いると思うのよ。うん、だから、いい店、美味しい店、だけど金額関係なしみたいな。ね。で、安く、安いばっかりじゃないよ。そこそこ値段するとこもあるので、あいい店、美味しい店に連れて行くっていうことが、相手に対する愛情でもある方が、まだ受け取りがいいと思うんだよね。じゃあ、高、 食ってレッドロブスターとかさ、名前具体的にあげちゃうけど、ファミレスでも高めのところ連れ、連れてったら、じゃあ愛情高いの買ってたら、ファミレス嫌だとか言い出すんでしょ意味はあんないよね。だって、ねああいうガストとかさ、デニーズに、デニーズより比べたらちょっと高いじゃねえかと。だから愛情上だよって言われたら、それ納得しないのって。でも言うんけど、ファミリズも言うて言うんだろなんだわ、やだや意味はあんないよね。そういうのもさ。 うんだ、まあ、なんていうのかなだから、そういう変な固定観念、昭和から続いてるような、もう、変な常識みたいなのは、もうやめといた方がいいと思いますよ。あの、もう、この時代、令和ですからね。もう、昭和、平成、令和ときて、時代を二つまたいでるわけじゃないですか。で、じゃあ、男はのこれ意見聞いてみましょうか。デッド材を全額支払い希望。 ね、男で払いたいよって人はなぜそのように考えるのか。感謝の気持ちとして示したいから48%。格好がつくから12%え。女性はデートの準備に金がかかると思うから10%。出した金額で自分の本気を伝えたいから、これ8%。たったこれしかいないんですよ。相手の愛情ってね、女性が望んでいる、あ、感じている、飯代が高いければ高いほど愛情を感じるっつってる人たちに対して、 これぐらいしか男でいないんですよ。多く稼いでる方が出せばよいと思うからっていう7%。7.5ね。モテたいから2.7%。その他9.9。で、じゃあ、払いたくない方はどのように考えてるのかって言ったら、当たり前だと思って欲しくないよっていうのが30.5%。お互いに出し合うのが普通だと思うから、29.5。これこそ、対等に相手とね、いるっていうのがこれですよね。考え方。やっぱ相手と対等でいたいからっていうのは14.2。まあ、ここがそうか。 うん、でも、これも似てるよね。お互いに出し合うのも普通だと思うからっていうのはまあ、まだね、結婚するかどうかもわかんない。相手にそ、その100%おりませんよっていうのが男の意見でも結構多いらしいですよ。相手の金銭感覚を確かめたいから11、11%。これでもあるよね。一理あると思うよ。もうちょっと浮いても良くねえか、も結婚した後に湯水のように金使われたら大変だぞ。ね。気を使わせたくないから7.4%。優しいね。で、その他7.4%ということで、 だからまあ、払いたい、払いたくないってい人は半々ぐらいいますよってうまう、あ。あ、じゃあね、どちらも、どちらとも言えないっていう方はもう含めると半々ですよっていう。だから感謝の気持ちが多いんですよ。今日は来てくれてありがとう、会ってくれてありがとうっていう気持ちから怒る方が多いっていうね、男性に対して、女性は、ね、高いね、ね、金額を出したら愛情だみたいな、イコール、イコール愛情だみたいな人が女性なわけじゃん全然違うよね、これね。だから、男と女の感じ方、捉え方っていうのは。 だからあくまでも感謝の気持ちですよと。勘違いしてもらっちゃ困りますよと。これはだから男の人たちも声高にちゃんと言うべきですよね。うん、追って当たり前っていう方がまだ昭和の方,の方がね、いっぱいいらっしゃるんですけども、それはあなたのやり方であって、今の時代は違ってきてますよっていうのが、これが現状です。これが IBJ がちゃんとソースを出していってること。あなたの周りの意見ではありませんよと。ね、友達とか近所の話ではないので、だからこういう、 婚活をされている2000人以上の方が、こういうふうに統計出ましたよと2400人か。年齢は書いてないな、これな。男性1600名、女性が770名。少ねえな、おい。なんか偏ってるけど。うん、まあ、でも、女の人の方が、だからこの、うん、活動してる数は少ないんだろうけどね。まあ、大変だよね。だ男の方が人数は多いじゃない男あんまりのね、時代はずっと続いてるから。 まあ、あぶれる男が多くなるよねっていうのはこれで分かってくると思うんだけど、半分以上違うじゃん、これ。大変だね、だから婚活してる人で頑張ってね。あの、いい人ちゃんと出会えたらいいと思うけど、あんまり妥協しすぎて、ね、なんかこう、金額イコール私への愛情みたいな変なの掴んじゃったら大変なことになるので、あの、本当によく吟味してから相手をね、信用できるのかできないのかっていうところから入っていって、あとは問題がない家庭なのかどうかっていうね、あの、ブラックになってるとかね。 あの、カードがね、支払いとい支払いとか、ね、そういうのがない、ないかとかね、あの、自己破産歴とか、あとは宗教に入っているとか入ってないとか、これは信仰の自由はあるんだけど、できれば入ってないものの方がいいわけじゃないですか。自分も入ってんだったら一緒になってやればいいだけの話だけで、あの、何もないんだったら何もない方が全く問題ないと思うので、あとは、えっと、怪しいマルチ商法とかやってないかどうかってうね、いかがわしい、なんかあとは、 ね、霊感商法とかやってないかどうかっていうのも調べ、よく調べて、えー、この人だったら信用できるなっていう人と共に一緒に歩んでいくっていうのをやっていただけたらいいんじゃないかなと。これは男、女関係なく。お相手を調べ尽くすっていうか知り尽くすっていうことから入って焦って焦ってね。もう目の前のこいつしかいない、この人しかいないって思わないで、冷静に見て、この人は、このお相手は、 結婚相手としてどうなのか、ふさわしいのか、ふさわしくないのかっていうところで判断した方がいいんじゃないかなというふうにね、思いました。まあ、まあ、こんな感じで男と女の中では考え方に乖離がありますよということで、あの、一つね、あの、参考までに聞いていただいて、今後婚活する人はちょっと参考にしていただいて、今婚活されている方は、もうちょっとこう意識を、ね、現実を見て、 いただいて、もうね、婚活終わっちゃった方とか、結婚してる既婚者の方とか、懐かしいね、こんなこと今言ってんだ、みたいな。未だに令和の時代でこんなこと考えてんだ、みたいな。あの、楽しんでいただけたらいいんじゃないかな、というふうに思います。またね、あの、皆さんの貴重なお時間をね、頂戴いたしまして、お話を聞いていただきありがとうございました。次のね、動画また面白いネタ取り上げてきますので、ぜひ見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。 それでは皆さんごきげんよう。じゃあねー。バーイ。